はい、始まりました。たけし先輩です。今日もですね、つくば県の、無職2期のことなんですけども、無職2期がなぜ嫌われ出したかというのは、たくさんの理由があると、この間お伝えしました。僕は、以前、レブルの件でね、レブルのことを、幸運期と言いやがったバカがいるとか、アホって言われて、僕もね、そのこと言われて、別に怒ってはないんですけども、アンチをね、僕の方に振ろうとしたのが、ちょっと気分悪いなと思いました。彼なんですけども、ZX25R のね、元々はオーナーさんやったんですよね。25R なんですけども、最初ね、買った時は、いいバイクや、いいバイクや、って言ってたんですけども、うち来てはるリスナーさんがね、約数名が 25R のオーナーの方いたんですけども、急にね、大型乗り出してから否定しだしたと。デビューしてから。今まで 25R 乗っとった時は彼25は最高や言っとったのに、R6 だとか、トリポ R なってからね、否定したという話をこの間したと思うんですよね。はっきり言って彼が何もなくても、原付バイクであろうが、ワゴン R であろうが、乗り物を見てるんじゃないんですよ。リスナーさんは乗り物を見てるんじゃなしに、彼自身の行いとか、彼自身の言動を見てるんですよ。勘違いしてはいけないのが、例えば、SS サーキットさんだとか、白い彗星さんがサーキットで速いから尊敬されてるとか好かれてるわけじゃないんですよ。ファンの方が多いわけじゃないですか。小和さんにしても、なぜ好かれてるといえば、乗り物とかじゃないんですよ。人柄なんですよね。日差しさんにしても、CB の7班乗ってはるけども、あれだけね、もう10万人からチャンネル登録者数がいるというのは、やっぱり人柄好かれてるからです。で、彼の場合は、何に乗ろうが、例えば、もしお金があって R1M を買えたとします。R1M 乗っても視聴者さんは急に態度変わるかって変わりません。やっぱりアンチのままです。結局はね、人柄なんですよね。皆さんは、その人柄を見てて、自分で言ってたでしょ？自分のね、走りが遅いだ、ああだ言われたって、つくばサーキットで。そうじゃないんですよ。遅くてもいいんですよ。皆さん遅くても彼が人柄良かって人物であったら頑張ってくださいとか怪我がなかった良かったですってなるんですよ。で、彼が早かってもアンチされます。なんで言うと人柄です。大したこともないのにもう上から目線で、今までね、お金ね、100円しかなかったやつが急にね、預金から35万円引っ張るいて35万円持ってね、大きい態度取るんと一緒で、ZX25R からね、いきなりリッター SS に乗り換えて急にね、態度が大きくなったというか、キーが大きくなった感じですね。ワゴン R 乗ってる彼、弱いですからね。すごく弱いですからね。親もね、やっぱりもう40歳までね、育てたわけですけども、もうこれ以上彼のね、面倒を見なくていいと思います。もう自立させてあげてください。お母さんもね、家でこんなやりとりしてる思うんですよ。工業団地毎日徘徊してるじゃないですか。徘徊して帰ってきたら、お母さん、お母さん、渡すね、今日工業団地で頭取っただすよ。今日も頭だっただすよ。言ったら、達也おめでとう。達也、今日も頭。頭ということは、今日も工業団地で一番早かったということだね。ってなってたと思うんですよね。甘やかされてきたも原因やと思います。ということでね、ちょっとこの先何を言うたらいいかわからんので、ここで失礼します。以上です。